移動平均。移動平均は時系列データ。より一般的には時系列に限らず系列データを平滑化する手法である。音声や画像等のデジタル信号処理にとどまらず、金融、特にテクニカル分析分野、気象、水奨を含む計測分野等、広い技術分野で使われる。有限インパルス応答に対するローパスフィルタ デジタルフィルタの一種であり、分野によっては移動積分とも呼ばれる。主要なものは、単純移動平均と荷重移動平均と指数移動平均の3種類である。普通、移動平均といえば、単純移動平均のことを言う。単純移動平均は、直近の N 個のデータの重み付けのない単純な平均である。例えば、10日間の終値の単純移動平均とは、 直近の10日間の終わり値の平均である。それら終わり値をフォーミュラ1、フォーミュラ2、フォーミュラ3とすると、単純移動平均 SMA を求める式は次のようになる。翌日の単純移動平均を求めるには、新たな終わり値を加え、一番古い終わり値を除けばよい。つまり、この計算では、改めて総和を求め直す必要はない。テクニカル分析では、 様々な N の値が使われる5、22、55、200など、期間の選択は注目している、動きの種類に依存する。すなわち短期間の動きなのか、中期間の動きなのか、長期間の動きなのか、である。いずれにしても、移動平均線は、市場が上昇傾向、ブルーマーケットにある場合はサポートとして働き、下降傾向、 ウェアマーケットにある場合はレジュスタンスとして働く。一般に移動平均線は実際の動きから少し遅れて平滑化した上で追随する。SMA をあまりに長期間の平均を取るようにすると現在の平均的な価格からかけ離れた古い価格の影響を受けすぎることある。これに対処するために考案された最近の価格に大きな重み付けを与える方式として 公実する WMA とエマがある。SMA の特徴としてデータに周期的変動があるとき、その周期で SMA を求めると周期が平滑化される。しかし、経済や金融では完全な周期的変動が生じることはほとんどない。荷重平均とは個々のデータに異なる重みをつけて平均を計算するものである。単に過重移動平均といった場合、 線形荷重移動平均のことを指し、重みを徐々に線形に一定量ずつ減らす手法を指す。N 日間の WMA では、最も現在に近い日の重みを N とし、その前日を N-1 のように重みを減らしていって、最終的にゼロにする。翌日の WMA を計算するには、 フォーミュラ7とフォーミュラ8の分子の差分がフォーミュラ9であることに注目する。ここで N 日間の総和フォーミュラ10をフォーミュラ11で表すと次のようになる。この分母は三角数であり、フォーミュラ15として簡単に計算できる。上図は WMA での重みがどのように変化、減少するかを示したものである。 実節の指数平滑移動平均での重みと比較すると、良い。指数移動平均では、指数関数的に重みを減少させる。指数過重移動平均、指数平滑移動平均と呼ぶ。重みの減少度合いは平滑化係数と呼ばれる例と、1との間の値を取る定数 α で決定される。α は100分率で表現されることもあり、平滑化係数が10%というのは、 アルファイコール0.1と同じことを表している。アルファを時系列区間 N で表すこともあり、その場合はフォーミュラ16となる。例えば N イコール19なら、アルファイコール0.1となる。重みの半減期、重みが0.5以下となる期間は、約 N2.8854 である N5 の時1%の精度で、 時系列上のある時点トンの値を y で表し、ある時点トンでのエマを s で表す。s は定義しない。s の値をどう設定するかにはいくつかの手法があり、s の値を y とすることが多いが、s を時系列上の最初の4つ買いつつのデータの平均とすることもある。α が小さい場合、s をどう設定するかは比較的重要であるが、 アルファが大きい場合は、古い値の重みが小さくなるので重要ではない。トンさんの場合のエマの計算式は次の通りで、ある。この計算式はハンターによるものである。核データの重みは、フォーミューラ18になる。ロバーツでは、Y の代わりに、Y を使っていた。この式を、テクニカル分析の用語を使って表すと次のようになる。用語が異なるだけで、 同じ式である。この式で、フォーミュラ20を展開すると、自式のようなべき級数となり、各時点の価格、P、P が、指数関数的に重み付けされている。理論上これは相和であるが、1α が1より小さいので、項はどんどん小さくなって、ある項から先は、無視できる大きさになる。N 日間のエマといった場合の N は単に、 係数 α を示すに過ぎず、実際の計算は N 日間のデータだけでは済まない。ただし、直近の N 日間のデータがエマにおいて86%の重みを持つ。証明。実際には上のべき級数の式を使って最初のある日までのエマを計算し、その翌日以降は最初の方で示した式を使えばよい。初期値の問題に戻る。 古いデータに極めて大きな値があった場合、たとえその重みが小さくても全体には大きな影響を与える。そういう場合には、価格変動がそれほど大きくないと仮定できるな、重みだけを考慮してある、項目数キロまでで計算を打ち切ればよい。この時、省略される項の重みはとなる。すなわち、全体の重み1に対して、フォーミュラ27に相当する部分が省略される。 ことになる。例えば、99.9%の重み、精度で計算したい場合には、計算する項目数を、フォーミュラ28とすればよい。フォーミュラ29は、N が増えるに従って、フォーミュラ30に近づいていくから、N が大きいときは、フォーミュラ31とすれば、ほぼ99.9%の精度となる。 なお、フォーミュラ16ではなくフォーミュラ33とする絵馬も、ある、次節。修正移動平均は、ランニングムービングアベレージ、平滑移動平均などと呼ばれる。定義は知識による。要するに、フォーミュラ33とした、指数移動平均である。トライアングラームービングアベレージ、三角形、移動平均ともいう、単純移動平均を2回適用したものである。 定義は以下の通り。W は2の切り上げとする。重みのグラフが2等辺三角形となる。W1 に1枚に最も大きな重みがかかる。s i ンウ weighted moving average 重移動平均において、重みのかけ方に、正弦波、三角関数を利用する。線形荷重移動平均に近いフォーミュラ37を利用する方法と、 三角移動平均に近いフォーミュラ38を利用する方法がある。9ミ m オレティブムービングアベレージ、全期間の平均を取った移動平均。定義は、知識の通り、より一般化し、重みを任意に決めたものは移動平均とは呼ばれず、畳み込みや FIR フィルタリングなどと呼ばれることが多い。しかし、自己回帰移動平均モデルの移動平均は、 この一般化した意味である。単純移動平均より良好な周波数特性を得るため、単純移動平均を数回繰り返すことがある。この操作によってかけられるフィルタを、コルモゴロフズルベンコフィルタという、回数を十分増やすと、KZ フィルタのインパルス応答は、ガウス関数に前近する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。